例、1848年ゴロジョン例は、スコットランドの探検家で、主に、カナダ北部を調査した。例は、オークニー諸島メインランド島のオフィル教区、ホール・オブ・クレストレインに生まれた。エディンバラで医学を勉強後、ハドソン湾会社に一種として就職する。カナダのオンタリオ州、ムースファクトリーで、下界として勤務し、10年間勤めた。1846年に、 初の探検に参加し、1848年に、サージョン・リチャードソンの北西航路の開拓に参加する。1853年、探検中に、キング・ウィリアム等の調査中、イヌイットと接触する。彼らから、北西航路の探検の途中に、行方不明となったジョン・フランクリンの一行の情報を、聞き出し、実際に、彼らのものと思われる遺品や遺骨を収集した、例は、 一種の目からそれらを分析し、フランクリン隊がカニバリズムに頼るまで追い込まれていたことを発見した。その公表により、フランクリンを AA 融資していた当時のイギリスでは敬遠されることとなった。その後も例の極地探検は続き、1854年には北西航路の西側の出口であるドルフィンユニオン海峡へ繋がる水路を発見しているが、 フランクリーン隊についての発表への不評もあり、また当時の造船、航海技術ではこの北西航路を使うことは現実的でなかったため、比較的無名のまま、生涯を過ごすこととなる。1860年、ヨーロッパからアメリカへの電信船の不設のため、アイスランドとグリーンランドを訪れた。1864年、カナダ西部で電信船不設のための調査を行った。 没後、カークウォールのセントマグヌス大聖堂の敷地内の墓地に埋葬され、聖堂内には記念碑が置かれている。ヌナブト巡州のキングイリアム島とブーシア半島の間の霊海橋、それに霊地橋は彼の名前から付けられている。現在では、ノースウェスト準州、米チョコと呼ばれている区域は、以前はレイエゾと呼ばれていた。現在でも、同区域内の空港に、 名前が残っている。ありがとうございます。